はい、前回のパートからため取りでやっていきたいと思います。刹那圭介です。ラルムパート2ということですね。このゲームなかなか雰囲気がよろしい。前回のパートでまあ初歩でね、重要なアイテムをここの幽霊にもらったわけですよ。なこれ、あ、拾えんの。あ、こっちには行けんのじゃ、クソ。とりあえず確か倉庫だったな、倉庫室か。うん、そこを探すわけです。お、壺を覗き込みますか。怪しいな、伸ばした敵からバーンって手が出てきたりせんよな。あー、思いっきり速毒、速攻毒を吸い込んでしまった。あー、うそー。即死イベントとかあるんすか。聞いてないっす、そういうの聞いてないっす。クソ、やられた。こういうゲームだったのか、クソ。やられたんで、それは気をつけとかな。愛に触ったら死ぬパターンあるんだ。何か調べる前にセーブを徹底しな、まずいな、これは。なこれ、4日、あれ確か0何々3やったっけん、それの4日やけんな。まあ、月の方がわからんけん、どっちが先かわからんけど。私は大失教の後についてし、後について調べ、つや、後って何？後について調べ始めた。怪しいと連絡はあったが、まさか、何々が行われていたなんて。何だ？何があったんや。で、これは調べられない。え、こっち行けない。オッケー。何かあったってことですね。何かあったって、もう何があってもおかしくないような不穏な空気に包まれてるけどね。さっきここでもう神を悪魔にする方法とか、生贄を何とかとかいうもあったもんね。もう何があってもおかしくないような状況になってるもんね。マイクラという、あー、マイクラとか言っている間に、いやーって何？誰かいるぞ、誰かいるぞ、助けに行くぞ。どこにいるかわからんけど。個室。個室興味ないやつとか言ってられんもん。もしかしたらこの中におるかもしれんもん。でもその前に調べさせてね。さすがに実感とか出てないし、すぐに行かんでも問題ないと思う。俺、冷静です。あれ？あ、鍵かかっとんかい。こっちか。上か。上からかな？あ、こっちはまだ行けない。床が抜けとる。階段がある。そしてこっち。こっちが？今は入らない方が良さそうだって何？え、何それ？何か感じ、やべえ感じがする。やめてた方がいいね。女の勘ってやつかな。女の勘、おーつ。女の勘すげえな、なんか。この子すごいな、なんか。ニュータイプ的ななんか持っとんかな。アムローレイもびっくり。じゃあ、セーブしたち、その女の勘に反して入ってみようかな。はい。え？何があったの？何があったの？何がああだったの？ちょっとわからなかったけど。え、ちょっと待って、何があったの？何がああだったの？ちょっと説明は？女の勘当たったの？すごいな。すごいけど何で死んだんか、いまいちわからんかったね。何かし、何で死んだんかわからん人は、とりあえず今の死ぬ直前のやつ見て、部屋の中をちょっと見てほしいです。俺もそうします。わかりませんでした。まあそんなこと。ってことはこっちかな。叫び声がなんか気になったけど。叫び声がリアルでなかなかごついね。調べられない。これは何？大司教の部屋だって。やばいぞ、ここ何かあってもおかしくないと考えた方がいいぞ。大司教だからね。もう何をやらかすかわからない。大司教だからね。あ、鍵かかったんか。あ、怖。走行室がなかなか見つからない。あ、てか俺ダッシュあるの忘れとんだよ完全に。1階に来た。ここは何？女子トイレ、わーい、トイレ行きたいっす。待てよ、ホラーゲームで言うトイレっていうのは死亡の名所やで。もうすでに2回ゲームオーバーなったんぞ。なんでもないようなところで。うちだって、うち片方はなんで死んだかもわからん。それなのにこの死亡の名所のトイレで知らんわけがなかろう。気をつけろ、何かあるぞ。なんつかね、たびたびダッシュ忘れる。ダッシュのあるフリーゲーム久しぶりになったかも。
あれ？なんもない。嘘。ちょっと待って。あ、そうだ。壁殴って割れる的な感じもあるけん。ひびがあるところは極力調べないかん。気ではなかった。あ、これも調べがいがあるんか。あ、違うわ。これもちゃうんか。死亡の名所だったのに何もなかったね。なるほど。常識にとらわれないいいゲームですね。あ、こっち男子トイレや。普通に入っちゃったけど、男子トイレでお考えたら。男子トイレの方に何かあるってパターンもあるよね。気をつけないと何かありますよ。てかセーブしとこう。もうこまめなセーブしとかな、まずいような気がしてならんな。もうすでにゲームオーバー2回になったもんね。プレイ時間何分ぐらいかな。20分経ってない。20分経ってないね。もうゲームオーバー2回したんじゃん、俺。やばいぞ、これ。意外と死にゲー要素あるんじゃん。あれ？けどトイレなんもないんか。なんかありそうな雰囲気はするんやけどね。おお、セーフです。セーフです。やった。生還。トイレ入って生還できるとは思わんかったな。ホラーゲームとしては。お、なんもなかった。ここ何？医務室。鍵かかっとんか。それよりも、書庫室だったっけ？そこいいかな。事務室。入れない。これ、間違った方向一気にちゃう、もしかしたら俺。ちょっと気になるもんがいろいろ。お？行け、入浴サービス開始。入浴して安らかに。しゅ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 。怖いわ。これが池か。どう見ても沼なんだけど、そやな。入れるか、ボケ。うん、だから入らんじゃん。こっち調べたいだけ。よし。えげつないんがあるな。逆に入ってみたい気がしてくるよな。そんなに死ね死ね死ね言われたらさ。そうですね。とりあえず、もう、書庫室がなかなか見つからんという。これ、地ではどんぐらいのレベルの状態になってしまいました。とりあえず、いろいろ調べんかったら、どこに何があるかわからん状態やもん。調べがいのあるところがたくさんあるんです。あ？お、メモだ。やばい。大司教に気づかれたかもしれない。私は、あと、どのくらいこれを記すことができるだろう。ここへ迷い込んだ人の、しるべになれば。もしかして、これさっきの、さっきのっていうか、パート1の、ハンマーとかくれた人が、しるべになってるよ。一番のしるべは、あなたが残してくれたこのハンマーだよ。あれ？向こう、右側行けんのかな？行くところないよね。あれ？ここか？違う。え？右側行けんのかな？行けんのかな？じゃあ、こまめなセーブ。もうファイル8まで使ってしまった。なぜかがない。あげあげあげ、叫び声。予想はしてたけど、やっぱり開かない。散策するしかなさそうね。あ、見捨てたよ。見捨てちゃったよ。見捨てたら応援状態なんかもしれんけどね。そうか。結構気丈なんかもね。そうですね。あれ？ちょっと待って。え？ここ開いとった穴。あ、こっちから行けばいいのか。とりあえず右には行けんって考えればいいのか。なるほど。違うルート通れってか。じゃあ戻るしかないってわけですけど、さっきの女の子の声がちょっとすごい気になる。え、こっちにも行けない。こっちにも行けないです。戻れってか。マジか。え？じゃあどっかの部屋開いとったりするんかな。ここ。あ、女の子のところやな。ここはあかん。もしかしたらこれが入ってもいけるようになっとうっていう可能性もあるかもしれんの。いや、だとしたら女の勘が消えとうかと思う。難しいところです、このゲーム。個室いい位置。ああ、まだ開いてない。確かこのゲーム、イベントにより開くところがある的なことがある。なんで、もう、一回調べたところでも根拠よく調べる必要があるわけですね。あ、ここ入ったことあるな。ショック。ここであれが。ですからね。どっか調べ忘れとかあるんだろうなっていう感じはする。難しいですね。でも、あ、謎に込んだ即死のやつや。これはあかん、これはあかん。だとしたらどこだ？どこにあるのか。寝るか。
何かあったら寝ちゃおう寝ちゃおうのパターン。まあ寝たとこで何が起こるかっつったら何も起こらんとは思うね。2階があるってことは3階もありそうな気はするんよな。こっち行けんのかな、行けないんだかね。うん、もしかしたらもう入ってもいける状態になったんかな。男の勘で行こうか。今回は女の勘に男の勘で挑むぜ。いけー。あ、ダメだった。え、ほんとなんでダメなんかわからんもんな。じゃあもう一回入って検証してみよう。検証その1、入ってもすぐに出たら OK パターン。え、なにこれ、なにこれ、なぜか鍵がかかっては開かない。で、あーってなる。マジか。とりあえずこれはまずダメなんやね。そうなるとどうなる。ここもあかんし、まだ調べきれてないってことかな。なかなかトリッキーなゲームじゃないか。やばいぞやばいぞ、詰まりそうだぞこれ。あれ、これこっち、いやこっち行けんのやって。こっち行けんのやって。そうだ、壁だ、壁ひびがありそうなところはちょっと直力調べていいかな。まずいな、もしかしたらそういう見落としもあるかもしれんもんね。ちょっと壁にも注意。ちなみにここって何、大教師の部屋だったな。おーし、もういろいろ調べるところがありすぎてちょっと困った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 千代子ですね。あれ、あーそうそう、男子トイレか、男子トイレはさっきも入れたんだわ。なんかないの、なんかないのね、男子トイレなんかないの、男子トイレをあっさる女の子ないんかな、本当にないのかな。あ、俺便器調べてない気がする。便器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 、ハンマーで壊したりせんのかな。アイテムを確認してみる。とりあえず蔵倉庫を探せって。倉庫か、蔵倉庫ってなんだ。倉庫を探せ、倉庫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 、とりあえず倉庫を探さんかったら話にならんっていう状況になってしまいましたね。倉庫どこだろう。さて本当にここは調べてないところあるのか。これ亀裂入っとう感があるんやけど、ここはハンマーってわけじゃないんやね。便器調べたっけ俺。ちょっとセクハラみたいなことになってるね。一応キャラクターは女の子やけどね、プレイヤー男やけんね。鍵がかかっているらしく開かない。あ、これ調べたっけ俺。あ、そういうわけではないんですね。そもそもこれは何だったっけ。あ、事務室だった、事務室だったな、こっちは。 OK、 ちょっとずつ覚えていかないといけませんな。もしかしてこれ入れって言いたいのかい、入れって言いたいのかい、もしかして嘘やろ、入らないかんパターンとか、嘘やろ嘘やろ嘘やろでしょうね。死にゲーだよ。もはや死にゲーだよ。やばいぞこれ。いろいろやばいぞこれ。なんかゲームオーバーになった気がするんだってくらいゲームオーバーになってる。とりあえずいろいろ探してみなあかんわけですね。難しいぞこのゲームは。ひびが結構、ああそっちじゃないです、こっちです、こっちです、なんもない。だからちゃいますって、入ったらあかん、入ったらあかんよ女の子。ここじゃないと。そうなると、そうなると。あれ？あれ、こっち行けたっけ？あ、なるほど。ここ見てなかったんじゃ。なるほど、こっちじゃ。ここやな。これは？相談室。あと、なんか、張り紙がないやつが2つ。あと、こっちにも入り口。いいね。
なかなか時間かかってしまったけど、とりあえずまだ調べてない部屋は見つかってしまった。でも今回のパートはここら辺で、次のパートに回します。調べるわね。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。 See you again。